皆さんこんばんは。ホワイトベースの二宮です。はい。今日は皆さんにヤマハ R25 バイクを紹介するぜ。はいえーというわけで <laughs> やっていこうと思うんですけど。ああ R25 ですね。R25。 っていいう人もいます R25 っていうとね25歳以下閲覧禁止みたいな感じですけども、はいえー、ヤマハのですね、えー、スポーツバイクですね、あのー、レーサーレプリカっていうこれをおっしゃる方いらっしゃるんですけどもまあ私と同じ世代かちょっと上だと思うんですけど、まあ、レーレプとかねまあ私よりもちょっと下の人もレーサーレプリカっていうかな。 なんですけど、あのこれはですねレーサーレプリカではないですね。あのレーサーレプリカというのはあのもう多分ね今は言わないんじゃないかな。レーサーレプリカその通りレースで、えー、優勝したいろんなレースがあったんですけど昔ねまあ例えば八体なら八体、えー、EWC チャンピオンシップと言われますけどでちょで練習で優勝した車体ですねその優勝した車体をのそのままの外観で 販売するっていうのをですね、えー、まあ、やっているまあ一部まだやってるんですけどもそれをレーサーレプリカと言いますはいなので、えー、まあこれは別にそのおなんかチャンピオンシップとかで、えー、そういうモデルシグネチャーモデルもでもないので,でレーサーレプリカの特徴としてですね、えー、あのスポンサーのロゴが入ってたりとかします 有名どころでは昔の,あのテック2ワンとかねあれ一体何なんだろうと思ったんですがテック2ワンとかマルボロとかあマルボロはヤマハはないかマイルドセブンだっけねはいえそうしたあその看板冠スポンサーのえーパターンになったあーレース車両と同じ外観。 だいたい同じ性能みたいな感じのコンセプトのものがレーサーレプリカというので、えー、こ,うこのバイクはカテゴリー的にはいこれでカウルがなくなって、えー、何もなくなったやつがスポーツネイキッドですね、えー、と呼ばれたりとかするんですけども MT とかがそうですね。はい えー、これがですね、あのーまあ、今、うちで、えー、唯一250のそうだな、スポーツバイクでフルカウルで、えー、在庫、ああのー、すみません、ZX2VR もあったわ、はいあのー、これが、まあ、パラツインだとこれだけですね、はい。で、メーカーがですね、あのー、ホワイトはね、実を、ね、言うとあんまり出さないんですよ。特特に、特に、あのー、なんか ロンングランになるとヤマハは特にホワイトを出さないんですね。で、これ理由があってあのホワイトって非常に神経質なカラーなんですね。というのはどういうことかというと管理に気を使います例えばあのちょっとこう傷つくとですねそこが黒くなるんですよ汚れをこう吸ってしまって、えー、なので非常にこう心象が悪いんですね。で逆にシルバーとかっていうのは傷がついても目立たないんです。 だからシルバーにしても黒にしてもパールが入っているのは細かい傷を目立たなくするために必ずパールが入ってますね。ソリッドまあソリッドとか言うんですけどもあのパールが入ってな、ね、いベタっとしたカラーっていうのはあまりないですね。はい。まあ当然これもそうです。はい。えー、こちらの R トゥファイブですね。アクラオビッチマフラーが付いてます。まあ最近のアクラボなんでそんなに音はうるさくないです。はい。 えすみません、今、室内でやってます、スタジオでやってますので、えー、今回の動画ではあ音は鳴らさないです。はい、前回ので、ね、鳴らしていると思いますので、そちら、もしよかったらご覧いただければあ幸いです。はいえー、現在、ホームページの方で販売いたしておりますけれども、えー、非常に、あのー、価格はです、ね、今、頑張っておりますので、えー、もしよかったらお問い合わせいただければと思います。 あの全国各所ですね、えー、なるべく私がお伺いするようにしております、はいえーまああの。僕自身がね、遠くから買ってくださる方に挨拶したいっていうのもあるんですけども、やっぱあの,ー、の写真に行くと、そのついでにですね、えー、いろんな冒険ができます、探検ができますので、そういったことも楽しみでやってまます、はい、ちょょっとと近近くくでで見ましょうかね近くを撮ることもできます。 こうやってこういうライティングにすると非常にかっこよく映るんですよ。ですよはい、もともとかっこいいけどねはい、えー、とこんなこんな感じですね、はい。かっこいい顔です、はい。きれいですね。これ状態非常に良いです。はい。あの状態が良い良いっていつも言うんですけども。 じゃあ状態悪いものはないのかって言われて、ね、あ,あるんですけどそういうものを直してみたりとかあの現状で出しちゃった格安で出しちゃったりとかしてますね、はい、こっち側はライティングの関係でちょっと暗いのであまりちゃんと映らないなもう、まあ、雰囲気はいい雰囲気は伝わったと思うのでちょっと明るくしましょうか、はいねえー、こんな感じです であのこういうフルカールのバイクの面白いところっていうのをですね今回ちょっと話そうと思うんですけれども皆さん、最近のバイクのカールよく見てください真横から、ねますはいねえー、じゃあこれ、えー、3世代ぐらい前のフルカールのバイクですよ、ね、コンセプト的には同じです、はい、横から見てください、はいはいえー、これがあ一般的な昔のフルカール車。 ヤマハのフルカウル車もこういうフェアリングの形をしています。はい。何が大きく変わったかわかりますか。はい。何が大きく変わったでしょうか。大きく一つだけ変わったポイントがあります。まあ外見の形、テールが細くなったとかそういうのはまあ流行りのトレンドとしては形が変わっただけなんですけれども、機能としての形がですね、一部あの考え方が大きく変わっています。それはフェアリングの フェアリングってこのカウルですね、このカウルの中、つまりこれは空力を良くするためについているんですけども、どういう風の動きを想定しているかというところがですね、完全に変わってます。横から見てください、あの穴開いてないですよね。ね穴開いてるのはこっちから見ると穴が開いてます、はいね。ここも開いてるし、ここも開いてますよね。はい、ねで、えーまあ、ハンドル周りも、ね、穴開いてますね。でアリングもこのように、 このインナーカウルまでが一体になるように全体を覆いかぶ,かぶさって全体をカバーしてます。全体をカバーしてますよね内側のインナーも、えー、この外見の一部として機能するように全体をすっぽりカバーしてエアロの向きは後ろを向いてるんですね。はい、ね前から前にラジエーターコーがあるのはあの前昔も今も同じなんですけども、えー、フェアリングのエアロが後ろを向いてます。 えー、じゃあ、対して、えー、昔のバイク、はい、見てください、横に穴開いてますね、ねえーまあ、ちゃんとこう後ろに向くように、えー、こういう穴を設けてあるんですけども、この形なんかね、昔、ミニ4回した人はよく知っていると思うんだけどあの、エアベンチレーションのためにこういうのをつこう前向きにつけたりとかしたんですよ。でえーまあ、基本的にこれも後ろに流してはいるんですけども、基本的に真横から穴が見えるんですね。はい、なので 側面に穴を開けてでこの形で横にこう逃がしていくっていう感じですだから真後ろから見るとほら穴がほとんど消えちゃうんですねでなおかつこのインナーのフェアリングっていうのはただそのこの隙間を塞ぐために入っているだけで外装およびそのエアロの一部ではないんですね。エアアロはあくまで外外側側ののカウル外側を覆っているこのフェアリング この形状でここここう立っってますすれれががエッジですこれが端っこで端モデルによってはこのインナーがなくてこの中からも風が出るようにしてあってここまでなんですねはいじゃあもう一回 R25 最近のやつ見てみましょう後ろから見たら穴が開いてますね真後ろから見たら完全に穴が開いてますで、ねえー、インナーが外見と曲線の一部こう立って立ってないですここまでじゃなくてちゃんとね フェアリングが内側までこういこういうです、ね、エアロの進化っていうのがかなり激しいなぜ、えー、かというとですね成形技術の問題ですね昔はこういう複雑な形状を作ることができなかったで、えー、まあフェアリングの一番その理想的な形っていうのは流線形ですね流線形というか流的型っていうんですかね、えー、になりますあのまあ新幹線みたいな形ですよねでもあれをやると タイヤどこから出したらいいかわからないしまたがれなくなりますのであれに近づけるような形でのスタイリッシュさで完全に累積型にするとかっこ悪いからあのミサイルみたいになっちゃうしねああいうふうにはしないんですけどもそれをどのように実現するかっていうのが各時代によって、えー、形の作り方が分かれますホンダもヤマハもこれは関係ないですその時代に合ったトレンドになってますはいであともう一つですね前から見てくださいね前から見るとハンドル隠れてないですよね まあこれアップハンドルにしてあるからそうっていうのは言えるんですけども基本的にフェアリングでハンドルを隠そうという気がないです。はい、R25 見てください。前から見るとハンドルがちょっと隠れるの分かりますかここねハンドルがね。でこのサイドの張り出しですね。このサイドの張り出しでハンドルの方に来る霧をですね外側に押し出してるんです。はい、でこれ昔のバイクでも一応。 張り出しはあるんですけど、あるんですけど気持ちちっちゃいんですね。ちょっと膨らみが。なんでか、膨らみすぎるとダサいから。ただそれだけです。あの昔の例えば BMW の R100R とかの辺なんですけども、あのやっ子さんみたいになってたでしょ。まあハーレーも今でも一部やっ子さんみたいになってますけども、ああいう風な形っていうのは好かれたり嫌われたりというのは激しいんですね。なので、えー、ハンドルをカバーする部分っていうのはミラーに。 そのフェンダーミーラーに機能を持たせたりとかしてあまり張り出さなかったんですね。でこれが昨今のバイクだと、えー、結構この2頭,2頭があの一般的なので2頭の、ね、このアイラインのところがはみ出してハンドルをカバーする、ね、こちらの R6 君もそうですね、えー、ここのところ張り出してハンドルまでカバーしてます。はい、でこんなのついちゃったりとかねしてますね、はいえー。というような感じでエアロについてはですねかなり 変化が起きています、はいえー。これはです、ねまあ、今後もずっと進化していくものだとは思うんですけれどもあの最近は最近とかまあこの形になってからはそそうそう大きなな形状の変化はないですね。やっぱりねこのエアロが変わったなとかあそういったことっていうのは、まあ、僕自身そのバイクを分解したりとかあの細かいところを見てて、えー、やっぱりそれは感じますね。はい まあ,あとはこのスポークのホイールスポークです、ね、の形なんかは実は何でもいいんですよでただホイールスポークはですねどん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 薄く細くなっていく傾向にあります、まあ、一部強度不足で破断したりっていうです、ね、そういうクレームもスズキの某バイクであったみたいなんですけれども、まあ、細くするのもいくらトレンドとはいえやりすぎはダメということですね、はい、ちなみになぜこういうフルカウルスポーツバイクがキャストホイール要は中造のホイールで ワイヤースポークホイールではないのかというとですね、ワイヤースポークホイールというのは柔らかいんですね、まあ、スプリングっぽい感じです。なので、えー、加減速が激しい乗り方を想定しているスポーツバイクにおいて、ワイヤースポークにしてしまうとですね、まあ、その方がいいっていう人もいるんですけども、ちょっとね、挙動がワンテンポ遅れるんですね。なので、えー、大体そのでいいそ硬こういう ガッチガチに硬いですね、えー、ホイールキャストホイールですね、えー、アルミだったりマグネシウム合金だったりっていうのを、えー、入れる傾向にあるようです、はい、昔はね、えー、鉄だったりとかしたんですけども今はもう鉄ホイールというのはまあほぼほぼないですね、まあ、スクーターとかあると思うんですけどもね。はいえー、というようなあの250とはいええー、細かいところの作りを見るとやっぱりその本格的なんですよね。 でそういったことがあるから非常にこう人気があるのかなと思います。はいえー、というわけで,ですねヤマハの,の YZSFR25 映画画、ね、が、えー、でございましょうか、まあ、ちょこっとねこうあのドレスアップされてますのであ,のあちこち、それからマフラーも変わってますので、えー、このあたりは非常にこうお得な形かなと思います。はいえー、初夏です、はい、ツーリングが楽ししいい季節になってきましたはい ぜひですねこのシーズンこいつに乗って走り出して見られてはいかがでしょう。えー、と木島のおバーハンドルステイ、えーとですね、えー、電源5ボルトって書いてありますね USB 電源がおまけでついておりますので、えー、まあ携帯をつけても大丈夫かなという感じでございます。はい、えー、以上よろしくお願い申し上げます。はいショールームに、えー、してね、えー、時計がないから。 あの延々と頑張っちゃうというおまけ付き。じゃねー